According to Zechariah Sitchin's life work, the earth is ruled by two gods. One is Marduk and the other is Inanna-Ishtar. Marduk belongs to the serpent clan and Inanna to the ram clan or so-called reptilians. But Marduk is a minority in the world of gods.Even in Babylonia and Mesopotamia, Inanna was at the top so often, but Marduk was never at the top in its power map. But now, so far as I have examined, Inanna is seemingly weakening in her power map, and Marduk is seemingly getting stronger, I understand. Why? Today,I will try to solve the mystery, but in another version of our history, I think that Marduk had joined hands with the Pleiades aliens who came from the Pleiades. It's just an imaginary hypothesis of mine, but it's not without evidence. That is a picture painted by Giorgio Vasari in the Renaissance. In it, Baphomet,whom I judged to be Marduk, is drawn, and behind it is the Pleiades. I, Hiroshi Hayashi, then believe that there is a Pleiades behind Marduk. Zechariah Sitchin のライフワークによれば、この地球は二人の神によって支配されていると言います。一人はマルドック、そしてもう一人はイナンナ・イシュタールです。マルドックはサーペント族、イナンナはラム族、つまり俗に言うレプタリアン族ということになりますが、マルドックは神々の世界では少数派ということになります。バビロニア、メソポタミアにあってもイナンナはしばしば頂点に立ちましたが、マルドックは頂点に立つということはありませんでしたが、現在の今どこをどう見てもイナンナ派は勢力を弱め、マルドック派が勢力を強めているように思います。なぜでしょうか。今日はその謎解きに挑戦してみますが、私は別バージョンの人間史の中でマルドックが外惑星人のプレアデス人と手を組んだのではないかと考えています。あくまでも想像上の仮説ですが、しかし証拠がないわけではありません。それがジョルジョ・ヴァザーリの描いた絵です。その中では私がマルドックと判断したバフォメットが描かれ、その背後にはプレアデス星団が描かれています。私はマルドックの背後にはそのプレアデス星団からやってきたプレアデス星人がいると判断しています。広島やし浜松シティジャパン。ここが今日の動画の重要なポイントになりますから、もう一度画面を見ながら説明しておきます。これがルネッサンスの時代にジオルジオ・ヴァザーリによって描かれた絵です。1511年から1574年の芸術家でした。大変な芸術家だったようです。ルネッサンスという言葉もこのジオルジオ・ヴァザーリの周辺から生まれた言葉だと言われています。ともかくも右のような絵を描いているわけですけども、ここに奇妙なものが描かれています。中央に地球儀のようなものが描かれ、向かって左側にバフォメット、右側に羊が描かれています。バフォメットと羊です。羊はローマンカトリックの象徴的な動物ということになります。で、このジョルジョ・ヴァザーリの描いた絵のこの絵の中にですね、バフォメットが描かれ、その背後に星が描かれています。このように星が並んでいる星団はプレアデス星団を置いて他にありません。となるとこれはプレアデス星団ということになりますが、ではなぜここにプレアデス星団が書かれているかということになります。で、あくまでも一つの仮説ですが、マルドックすなわちバフォメットはプレアデス星団からやってきたプレアデス星人たちと手を組んだのではないかということになります。続く動画の中でそれを説明しますが、その前にマルドックの神々の世界における位置を正確に皆さんに紹介したいと思います。マルドックは神々の世界においては少数派でした。
ところがマルドックは現在、私が知る限り、先にも言いましたように、この地球上では力をどんどんと増しているように思います。なぜか、なぜかということなんですね。で、その結果として私は、まあ、より上位のですね、プレアデス星団からやってきたプレアデス星人と手を組んだのではないかと考えているわけです。で、もう一度この画像を見ていただきたいんですけども、盾のようなものが描かれ、その中心にですね、地球ですよね、地球が描かれ、向かって左側にバフォメットイコールマルドック、まあ、私がそのように判断しているわけですけども、その向かって右側に羊、つまりローマンカトリックの象徴的な動物が描かれています。その背後、つまり一番右にいるのは、私はこれはエンリルの素顔ではないかと考えています。つまり、まあ、ローマンカトリックなあちマリアなあちイナネシタールの背後にはエンリルがいるということを、この、まあ、一枚の盾が示しているということになります。まあ、恐ろしい形相の顔をした、まあ、神ということになります。日本の不動明王とつながっていきます。それはともかくもですね、このジョルジョ・ヴァザーリが描いた一枚の絵がですね、この地球上における神々の関係といいますか、構想関係を示していると私林浩司は判断しています。繰り返しますが、中央に地球を挟んでですね、二人の神が何やら話し合っているという雰囲気の絵ということになります。そしてバフォメットの背後、左上にですね、プレデス星団が描かれている。そして右側にはエンリルらしき人物が、神が描かれているということになります。で、マルドックの神々の世界における立場、地位というものを明確にしておきたいと思います。これがですね、神と五惑星を対応させた表ということになります。マルドックは木星、イシュタールは金星、ニーニープなわちニヌルータは土星ですね。それからナブは、水星ですね。で、ネルガルが火星ということになります。で、シンが月に対応し、シャマーシュが、太陽に対応しています。これらの神がですね、つまりは実質的な地球の支配者ということになります。で、それをですね、ダビデの星の上で考えてみたいと思います。これは林浩司が考えました七曜日の説明モデルということになりますが、順に、まあ、その位置にですね、神々を置いてみます。木星はマルドクですね、金星はイシュタール、それからニヌルータは土星ということになります。そしてナブは水星、そしてネルガルは金星ということになります。まあ、たくさん神々はいたわけですけども、まあ、これらの神々が要するに地球を支配した、まあ、メインスターということになります。中央にシャマーシュ、太陽の神がいて、そして月の神は世までもなくシンということになります。で、系図の上で、つまりファミリートリーの上でもう一度考えてみたいと思います。これがファミリートリーです。まあ、いろんな説がありますけども、分かりやすく、まあ、信憑性の高いファミリートリーを紹介します。で、ここにいるのがマルドックということになります。そしてそのやや右下に位置するのがイナンナということになります。エンリル延期から見れば孫ということになるわけですね。そしてニヌルータですね。そしてナンナ、まあ、神の別名です。月の神の神です。そしてネルガルです。そしてナブがですね、まあ、あのマルドックの子供、息子ということになってますから、マルドックの下に表現しました。そして中央にシャマーシュ、つまりウツ、太陽の神を置きました。今そのウツを示しています。これが神々のファミリートリーということになります。そこでいわゆるラム族とですね、サーペント族を色分けしてみました。ブルーで示したのが、ラム族、すなわちレプタリアン族ということになります。そしてグリーンに示したのが延期ラム族ということになります。サーペントクランですね。こうしてみるとですね、一目瞭然、ラム族の方がサーペント族よりも勢力を持っていたということになります。で、数の上で考えても、2対1ということになります。そしてそれはですね、私が別のところで調べました神々の勢力図を示すグラフと一致します。その動画はこの一連のシリーズの中で皆さんに紹介します。またそちらをご覧になってください。なあち3対
2ごめんなさい、2対1の間違いですね、これね、2対1になっているということですね。その関係の和ですね、ちょうど2対1、2対1で一致しているということになります。つまりラム族とサーペン族のですね、勢力関係は2対1ということになります。つまりラム族の方がサーペント族よりも力があったということになります。ところが実際にはですね、現在、サーペント族の流れを組むマルドックが力を持ってきて、そして一方、エンリル派、すなわちラム族の流れを組む、イナンナシタールが力を弱めているように私は感じています。なぜかということですけども、その謎を解く鍵をですね、あのジョルジョ・ヴァザーリが残してくれたということになります。その絵の中にはこのような星が描かれていました。私はこの星をですね、トレアデス星団、つまりスバル星団と判断しました。つまりこの段階でですね、サーペント族のマルドックと、それからプレアデス星団からやってきたプレアデス星人が手を組んだのではないかということになります。長い前置きになりましたが、どうか続く動画をご覧になってください。 Bye for now。In order to find the Pleiades, face the southern sky. Find Sirius first, the brightest star in the night sky. Then Orion. Follow the straight line of the belt from Sirius via Orion to Aldebaran. Move onward almost straight to find the Pleiades.Seven of the stars in the grouping are visible to the naked eye if you have a good sight. Today's story is about the Pleiades. 夜空で一番明るい星、それがシリウスです。簡単に見つかります。そのシリウスからオリオンへ、そのまま一直線に進むと、牡牛座のアルデバランへ。プレアデス星団、つまりスバル座はその先にあります。目の良い人は7つまで星を数えることができると言われています。今日の物語はそのプレアデス星団についてのものです。広志林、浜松シティ、ジャパン。ジョルジオヴァザーリの描いた大変不思議な絵があります。これがその絵ですが、誠にもって謎めいています。で、その絵の中にこれまた奇妙なものが描かれています。この白枠をつけた部分に注意してください。私はこれを星と判断しました。そしてこれはプレアデス星団ではないかと判断しました。星であるとするならば、このように見える星はプレアデス星団を置いて他にないからです。全体で8個の星が描かれていると判断しました。で、その星と実際のプレアデス星団の星と比較してみます。ここが今日の最初のポイントということになります。右がハッブル望遠鏡が撮ってきたプレアデス星団です。で、比較してみますが、似ているようだけれども違う、しかし似ているというレベルの話ということになるのかもしれません。ともかくもこのようにして比較してみるとですね、左は8個あります。で、右の方は7個以上あるということになります。で、肉眼では7個見えると言われていますが、実際には7個は難しいと私は考えています。ともかくも左右を比較してみるとですね、大変よく似ているというレベルで同じということになるのではないでしょうか。
ここでは左の縦に描かれている星のようなものはプレアデス星団であると判断した上で話を進めていきたいと思います。念のために天体望遠鏡の歴史を簡単に調べてみました。天体望遠鏡が世に出てくるのは1609年、ジョルジョ・ヴァザーリが亡くなってから34年後のことです。でその後ハンス・リッペル・ヘイ、あるいはガリレオ・アイザック・ニュートンへとそのテクノロジーが伝えられていきます。ともかくもジョルジョ・ヴァザーリの時代にはまだ望遠鏡はなかったということです。でそれがプレアデス星団であるとするなら、ジョルジョ・ヴァザーリはどうして自分の絵の中にプレアデス星団を描いたかということになりますが、もう一度その縦をよく見てくださいますと、その理由が分かっていただけると思います。中央に丸い物体が描かれ、その右に羊、そしてその左にバフォメットが描かれているのが分かります。そしてその中央の丸い物体は、私は地球と判断しました。つまり地球を挟んで右に羊、左にバフォメットが表現されているということになります。バフォメットイコールマルドゥックということになりますが、それについては別の動画の中で詳しく説明します。左はマルドゥックと判断しました。となると右はイナンナ・イシュタールということになります。またの名をマリアと言います。がこの絵をさらに深く見ると、その中にはさらに大きな謎が隠されていたのが分かりました。赤枠で囲った部分をもう一度ご覧になってください。ここが今日の重要なポイントということになりますから、もう一度皆さんに確認していただきます。で、この中央に丸い物体、まあ、地球ですね。そしてその右に羊、左にバフォメットが表現されているということです。地球は極めて正確に描かれているのも分かりますが、それは今日のポイントではありません。向かって右にいるのが羊、つまり、ローマンカトリックのシンボル的な動物ということになります。そして左にいるのがバフォメットということになります。一般にはヤギの頭を下持った神と言われていますが、顎の下にヒゲなども正確に表現されている点にもどうか注意してください。つまり左に描かれているのはバフォメットイコールマルドゥックということになります。これもまた別のところで証明しましたが、マルドゥックイコール、つまり本物のイエスが処刑された後、そのイエスの代理人としてイエスの立場を守っているのがマルドゥックということになります。がここからが本題です。もう一度その盾のようなものを見てください。中央に地球を置いてですね、右に羊、左にバフォメットが配置されています。つまり地球を取り合って何やら二人の神がですね、言い争っているかのようにも見えます。あるいは話し合っているかのようにも見えます。がそれだけではありません。羊の向かって右側、羊の後ろに注意してください。羊が描かれています。その後ろに一人の人物が描かれています。この人物は誰かということですけども、バフォメットの向かって左側、バフォメットの後ろに描かれている、私がプレアデス星団と判断した星と同じように対象させて考えてみないと、この謎は解けないのではないかと
考えています。つまり羊の後ろには謎の人物、そしてバフォメットの後ろにはプレアデス星団が描かれているということです。これは何を意味するのでしょうか。この謎を解くために羊の後ろにいる人物を拡大してみました。何やら険しい顔の人物が浮かび上がってきました。さらに拡大してみます。顔中ひげだらけの何やら恐ろしい形相の人間ということになりますが、これは本当に人間なのでしょうか。今までの流れからすると、ここに描かれていてもおかしくない人物はアヌ王、もしくはその息子のエンリルということになります。一般にはエンリルは恐ろしい顔のライオン顔で表現されています。そのエンリルに酷似しています。この写真はミトラ教の地下洞窟における神事の様子を描いたものですが、そこにはエンリルはこのように表現されています。他にも今も言いましたように、エンリルは一般には恐ろしいライオン顔で表現されています。つまり羊の右後ろに描かれているのはエンリルということになります。つまりエンリルが羊、つまりイナンナ・イシュタールを助けている図とも解釈できるということになります。となると向かって左側に描いてあるバフォメットはですね、プレアデスと深い関係のある神ということになるのではないでしょうか。がプレアデスといえばですね、プレアデス星人ということになります。そのことについてはこれから一連の動画の中で説明しますが、要するに、つまり分かりやすく言えばですね、イナンナ・シュタール、そしてマルドゥックの宗教戦争の背後にはそれぞれ上位の神がいるということになるのではないでしょうか。つまりイシュタールに対してはエンリル、そしてマルドゥックに対してはプレアデス星人というようにです。今の段階ではとんでもない仮説のようにも考えられますが、しかし一連の流れからするとですね、それもありということになるわけです。なおかつ16世紀に活躍したジョルジョ・ヴァザーリがですね、こうした事実を知っていたというのも大きな謎ということになります。こうした事実を発見し、そして整理したのは2012年以後の私林浩司だからです。どうしてこんな事実を16世紀のジョルジョ・ヴァザーリが知っていたかということも、今も言いましたように大きな謎ということになりますが、そんな謎の中でも一つだけはっきりしていることがあります。これだけははっきりしています。つまりこの地球は私たち地球人、人間のものではないということです。